はやとマッハプロレスワールドへようこそ。本日はドリームマシン、スーパーストロングマシン、強いのはどちらだ、本物のマシン対決について触れてまいります。1982年全日本プロレスに突如ドリームマシンなるレスラーが登場しました。外人サイドで活躍し、全日本プロレスの日本陣営を大いに苦しめました。ドリームマシンから遅れること2年後、1984年新日本プロレスにストロングマシンなる覆面レスラーが登場します。その後スーパーストロングマシンに名を改め、新日本プロレスを我が物顔でのし歩きました。その後スーパーストロングマシンが全日本プロレスに参戦し、ドリームマシンとのマシン対決が実現するかと思われましたが、スーパーストロングマシンと入れ替わるようにドリームマシンは全日マットから忽然と姿を消しました。もし両者が戦った場合、どのような試合になったのでしょう。両者の対戦経験のある通田戦のスコアを比較すると、ドリームマシンは通田にピンフォール負け、スーパーストロングマシンは通田に反則負けと、このスコアから両者を判定するのは難しいでしょう。両者の正体は誰もが認める実力者であり、そして両者とも類まれなレスリングセンスを誇るだけに、やはり直接対決を見てみたかったというのが本当のところです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はドリームマシン、スーパーストロングマシン、強いのはどちらだ、本物のマシン対決について触れてまいりました。